ミシェル・ゴメスは、スコットランド出身の女優。ドラマ・ザ・ブックグループやグリーン・ウィンク、バッド・エデュケーションに出演したことで知られるほか、2014年から2017年にかけては、イギリスの長寿 SF ドラマ、ドクター・フーの悪役マスターの一人ミッシーを演じ、2016年のバフタテレビ賞女演女優賞にノミネートされた。彼女はまた、 ネットフリックスの超自然的ホラーシリーズチリングアドベンチャーズ・オブ・サブリナでリリス、マダム・サタンとマリー・ワードウェルを演じていることでも知られており、このドラマは同名のコミックシリーズのドラマ版である。ゴメスはトニー・ゴメスとメイ・ゴメスの間にグラスゴーで生を受けた。父はもともとモントセラとの出身のポルトガル系イギリス人である。彼は写真家で母は モデルエージェンシーを運営していた。7歳の時に、キス・ミー・ケイトの制作を目にした時からゴメスは女優になる願望を抱き、両親から応援を受けた。彼女は1978年から1983年まで、ショーランズ・アカデミーに所属し、英国王立スコットランド音楽院で指導を受けた。 ゴメスの最初の重要な役はアーバインウェルシュのショートストーリーに基づいた1998年の映画ザ・シットハウスである。彼女はチャンネル4のコメディドラマザ・ブックグループに出演した後、同じくチャンネル4のコメディドラマグリーン・ウィングで連絡証拠をスー・ホワイトを演じた。彼女は BBC のシチュエーションコメディ。 キャリーバリーでミシェルを演じ、BBC2 のシチュエーションコメディフィールザ・ホースでサリー・ボビンズとして登場し、ガンス・リンガー・エス・リベンジにも出演した。2005年には映画クロモフォビアに、2006年には映画ザ・グッドハウス・キーピング・ガイドに出演した。2007年はアーバイン・ウェルシとディーン・カバナによるドラマウェディング・ベルに出演し、ロンドンのコメディシアターで舞台。 ボーイングボーイングに出演。同年にはまた、ドクターフーのオーディオドラマバルハラにゲスト出演した。2008年には、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーに加入し、コートヤードシアターとノベロシアターで舞台、ジャジャウマならしに出演した。2012年には、イギリス映画ザ・ウェディングビデオに出演し、精神が不安定なウェディングプランナー役を演じた。同年には、 イギリスのコメディシリーズバッドエデュケーションに出演して副校長イソベルピックウェル役を演じ2013年に第2シリーズで再登場した2014年には YouTube チャンネルのワイルディードスタジオにてオバ・ヘザー役でスケッチコメディの制作を開始した彼女はドクター風シリーズ8に繰り返し登場する役ミッシーを手にした 彼女の正体はシリーズのフィナーレ二部作であるネザースフィアと天国での死にて主人公ドクターの宿敵マスターであることが明かされた。ゴメスはミッシー役でシリーズ9の最初の二部作魔術師の弟子と魔法使いの共に再登場し2017年4月から放送が始まったシリーズ10にも登場した。2017年5月にゴメスはシリーズ10が ミッシー役としての最後のシーズンになるだろうと述べた。ゴメスのミッシー役の演技は2015年バフタ、コットランド賞の最優秀女優賞にノミネートされた。また、後にゴメスは、バフタテレビ賞助演女優賞にもノミネートされた。2018年にゴメスは、リリス、マダムサタン役とマリー・ワードウェル役で、ネットフリックスのシリーズチリング・アドベンチャーズ・オブ・サブリナにキャスティングされた。 ゴメスは2000年5月1日から俳優、ジャック・ダ・ベンポートと,と結婚生活を送っている。2010年上半期には息子を出産した。ありがとうございます。